こんにちは。Our Life Japan and China のチンムーと申します。嫁の知人が大量のカニとエビを届けてくれました。カニは生きているもので、エビは冷凍。カニは生きている間に蒸さなければ美味しくなくなるからね。カニ爪部分は輪ゴムで締め付けられてるみたいだね。あ、そうか。でかい爪だけか。輪ゴムが。これね。笑って。これ。これ目でしょ。眉毛、目。嫁はカニの甲羅部分に顔が描かれてると言ってる。使い古した歯ブラシもこういう時には役に立つんだね。良い色に蒸し上がったみたい。卵は持ってないみたい。カニを食べるのに金槌まで出てきた。こんなことまでしても食べれるところはほんの少し。特に日本の人はこういう食べ方をめんどくさがる人が多い。まあ確かに時間かけてるほど費用対効果がないかも。テーブルの汚し方もこれぞ中国って感じでしょ。中国では食事の時はカッコつけたりかしこまったりせず、大胆に思いっきり食べたいという感覚があるからね。中国でのテーブルマナーを知りたい方はこちらからどうぞ。